映ってる？映ってますかね。さあスケベの続きをしようか。映ってる。アクズマックス2、タスケさんいらっしゃい。イチゲットありがとう。アクサラ、トマクロリンさんいらっしゃい。ゆきだるまさんいらっしゃい。アコショハ、スラさんいらっしゃい。アダージンと聞いて、クロマゼさんいらっしゃい。ナリさんいらっしゃい。こんばんは、どれぐらい休みましたか？なんて言ったらいいのかな？アズサ、アズサから、サースティの酒場に行ったところですね。ポチの色違うよね。まあね、確かにね。私もえってなったけど。あ、こさやで、ケンスケさんいらっしゃい。かつウィンドさんいらっしゃい。明日はね、実践しましょうかね。ケンタッキーで正しい食べ方。あ、こつ百式さんいらっしゃい。じゃあ今日もスケベーしよう。ちょっと夕方の続きです。スプルルさんいらっしゃい。アグレス16個目さんいらっしゃい。アクツークーさんいらっしゃい。てありがとう。いろいろゲームタイム来た。いらっしゃい。いろいろするの？この間ケンタッキーとご飯で食べた。あるある。私も一個やるわ。マトさんいらっしゃい。さあ、式。寿司屋今4400円か。火炎放射器と手法買おうかな。火炎放射器間違えた。メタルスラックと見間違えた。いらっしゃい。残念ながらマックスの方です。ケントの 30% パックの内容にがっかり。あんまりだったってこと？結構豪華じゃなかったです？結局火炎放射器の場所、火炎放射器じゃないや、消火器。いかずさ行こうか。なっちゃん、メモが取れないから。みんな食べた？ 30% パック。ビームランサー、13mm機銃、ウォズニアク SI。今ね、なんか記念でやってるんですよ。安いセット。あー、ナゲットがあんまりだった。他のものに行ったことない、食べてない。まあみんなお肉食べないと元気が出ないよ。 C って何だったかな。 C ユニット、ウズニアク SI。キーが機関銃のキーでしたっけ。ビームランサー 13mm機銃。あ、かつ投げやすい。石井さんいらっしゃい。ケンタッキーのナゲットって私もあんま食べたことないかも。ナゲットってね、どうしてもマックのイメージがあって、48だもんね。今副車がガトリング砲で、1体ってことか。うんうん、結局買ってないんですよね。ビームランサー重いね。 1.44 トン、ウォズニアク SI。
消火器。ナゲット食べるよりオリジナルの方がいい。ん？オリジナルチキンって入ってるよね。お店とかがすでにハロウィンモードになっているのを見て、さすがにまだ早いだろうと心の中で突っ込んでる。サラさん、こんばんは。こんばんは、いらっしゃい。今日さ、ミスドに行ったんですけど、あ、修理キットがどこか。ちょうどね、ハロウィンらしい、パンプキンの形をしたドーナツの広告があったんですよ。でもね、店頭に並んでないんですよ。なんだ、切らしてるのかと思って、別のドーナツ買って、会計終わった途端に奥から出てきた。いやどうしようかなって思ったんだけど、追加で買うのもなんとなく、あれだなと思って。ちゃんとあれお店で焼いてんだね、ドーナツ。びっくりしちゃったよ。出来たてでーすって言ってもできた。遅いよって思って。それ買いたかったのにって。ヒムさん、フィアさんいらっしゃい。今日もいい天ぷらよろしく。寿司王がメカニックだから、結局さ、ソハオの修理レベルを上げても、寿司王が修理するんだよね。寿司王だけでもいいのかな？修理レベル上げるのって。今20だね、寿司王。最悪、うずらが死んだ時にソハオが修理するっていう、っていうか修理レベルすごい差がついてる。っていうことで、ソハオも上げといた方がいいのかな。ごめんなさい、タンカランド。ねえねえ。ポッチ。今、ケズヤ8。街の南の方に出かけていきました。ちょいと小遣いを稼いでくる。修理上げておくと回復薬が増えるから結果オーライ。うんうん、分かった。砂に食べた。分かった、ミュートしたの。コーラドーナツ1個食べれる。うん、そうだね、食べるときは食べるけど、今日はちょっとつまんだ。私がちょうだいって言って、チョコハチのポンでちょうだい。修理キットはきっと、あ、修理キットはきっと使い捨てだから、もう一個ぐらい買っとく。はい。あれ、召喚のってどこだったかな。どこで売ってたんだけど。ポンデリングは食べました。食べましたよ。てかポンでしか食べてない。ちゃんとメモろう。どこに何が置いてたって。お大事。酒場。埋める。ポンデリングってもちっとしてる。そう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 。だいたいあれしか食べない。ミスド行ったとき。おやすみなさい。11時か。どこ行ったかな。あれ。車。あれ。スケベ号知らない。もちもち感がいいみたい。ご飯にはポンデリング。スケベボ
じゃないスケベー語。そうだよ、たまにあるないですか皆さん、駐車場で迷子になるやつ。たまにあるな。うん、スケベー語ね。よくあるよね。もしかしてこの中だったかな。ハンターオフィスか。賞金もらうとこやりましたね。さしきさん、アダマートの賞金は3000円です。お受け取りになりますか。これって知名度的なものってあるん。賞金首いっぱい倒したら。北東の草原で最後を目撃したという報告が届いています。北東か、最後。いい稼ぎだね。ある程度目印を決めておくと迷いにくい。赤つん、ようちゃんいらっしゃい。続きが気になるから見に来てもらった。これで、SFC だっけ。うん、そう、スーパーファミコン。あれどこで見たんだったかな。関係ないけどミニ SFC 来人気だね。うん、あのスターフォックス2っていうゲームが入ってるからみたい。あれってだから発売されなかったけど今回入るってことはどういうことなんだろう。そら稼ぎたい。いや、わかんない、ガラガラしてきた。ちょっと待ってね、お茶飲んでくるね。あ、すいません。なんかいらっしゃい、おはよう。お蔵入りして、今回そのなんだっけ、スーパーファミコン、スーパーの発売が決まった時に話がいったのかな。コモントンサービスですよね。
ターフォックスってでも 3D のやつですよね。酔わないかな私。じいちゃんの後ろの物体ってワイヤーかなんか巻くやつなんだろうか。なかった？ドMさんいらっしゃい。今日ねポチ見つけたんよ。かわいいでしょ。ご飯持ってたっけ？さっき外にあった。ご飯今ないか。あ、これ私これキノコだと思ってんだけど、キノコじゃないの？毒用のスターフォックスが面白かった。スーファミだとどうかだね。キノコじゃない。はい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 、線巻くやつか。うんうん。サスティンで戦車あれしてくる、強くしてくる。お、ゴールドアントじゃないか。こいつお金持ってるやつ。金マンって何？音楽も今夜のハンターみたいでいいね。うん。死は明日我が身って感じ。ここ結構出ますね、ゴールドアント。ゴーストさんいらっしゃい。売り物のものじゃなかったといえば64の時のオカリナの、裏面もキューブのタクトについてきてた。おまけでついてくることもあるか。気づいてくれたかな、ポチのこと。七夕セブンさんいらっしゃい。さまようタイル。あ、本当だ。なんでプレミアムだったん。ニコニコの思うツボじゃないか。ちょっと遠くであるよ。私が邪魔って言ったから。ふんって言ってどっか行った。硬いな。だってメモ帳の上に乗るんだもん。ああなるほど、コミフォローが足りないのか、一般さんになると。来てるこれ。ほらほら。150消す作業の途中で挫折。ポチあかん？あ、本当だ。ありがとう。気づいてなかった。バリアシール渡しておこう。ポチに渡して、アリでハゲたか。敵の戦車デザインかっこいいねえ。スケベーゴもあんなにならんかな。ポチパプリ行きやすいから可愛がってあげて。分かった。
ます。戦車系は隣だったね。うん、ポチの天ぷら。なんじゃスケベーゴって。スケベーゴはスケベーゴです。よし、75ミリ砲を買ってやる。スケベーゴ。これ積むと 1.37 ティンオーバーあるよ。それでもいいのこと？トップは SE のことでしたいね。チョノフ。エンジン、積載中に。これも買おう。はい。ガコーン。48ミリ砲ブルーと、あとブーストジャンゴブルー。よし、こんばんは。白豆さんいらっしゃい。こんばんは。オスいらっしゃい。107個目さん、解放射器欲しい。そうだね。また消火器が欲しい。どこ、どこで売ってたかな。すっかり忘れてしまった。あ、見て見て見て、超マグナム。ドーン。エンジン積みます。よし、75になって、エンジンがチョノフ、積載12。メモってかんとね。スパシーボーは、守備30か。新ユニットって主に守備でしたよね。ナムサンさんいらっしゃい。上がってますか？今日はね、上がってないんですよ。なんと。今日不作です、天ぷら。確か新ユニットは守備って言ってたから、30っていうのメモっとけばいいかな。自分でつけたの。いや、みんなと決めたよ。写真は車体だからな。車体、車体は、このスケベー号自体のってことか。じゃあ変わらないのかな。変えても。タタラチニーさんいらっしゃい。売ってたっけ？うん、そうだよね。了解。あと売ってたのが、そうだよね、そういうことですよね。バギーじゃなくなれば、デザインが変わるんでない？うんうん、車自体が変わる。了解。やっぱり装備だけなんでしょうね。酒場らしいね、BGM ね。そのうちもっといかつい戦車が拾えるんで、多分ね、そうですね。まあまだ1台目でお下がりだからね。まあ全部お下がりだろうけど。じゃあサイを探そう。サイを探すぞ。いっぱい来た。手法でちょっと仕留めていこう。
資料返された。あーポチやばいな、死にそうポチ。そっか、自分しか無理なのか道具。ポチを固くするにはどうすればいいんだろう。単純にレベルが足りない。天ぷらになってしまうね。そうか、あ燃えてる燃えてる燃えてる。よし、引っ張ってる引っ張ってますね。これは牽引状態ってことかな。マクマクさんいらっしゃい、サクさんいらっしゃい。生きのいい死体を持っていく、生きのいい死体を持っていくぞ。マドマド、ホイミンさんいらっしゃい。ホイミザオラルしてくれるかなザオラルして。どこかにいたよね。どこだったっけ。研究室。ここでしたか。あ、違う違う違う。と思った隣。何、死体はどこじゃ。見せてみなさい。おお、これはまたなんて生きのいい実験材料じゃ。これならきっと成功するぞ。イヒヒヒ。早い。おお、なんと成功してしまったぞ。ただで回復してくれる。ポチ、体力すごいですね。424。ポチを強くしたい。よかった。今のところでも最強装備ですもんね、ポチね。バリアシールが剥げた時がやばいので、ミンチさんに勝てる気がしないよ。回復するんだもんね。ありがとう。そうだそうだ。ただでした。うん、止まってく。なかなか戦車が見つからないな。そうだね。私がのんびり進めてるのもあります。その間にやらポチが424。海渡った先に
行こう。で、ポチのなんかないかな。どんな車が手に入るかも忘れてしまった結構みんな昔なんじゃない、これクリアしたのって。あー、そうね、一応ファミコンなんだね。だいぶ違うだろうね、ファミコンからスーファミだったら。きたきた親父さん、いらっしゃい。なんかでもね、説明書をちらっと見たら結構載ってる、外観とか結構ごっそり載ってるからあんまり見てない。2をやってから1やったぜ。1はスーファミのリメイクもある。1はスーファミのリメイク、あ、ファミコンで出てまたスーファミで出たってことか。うん、ちょっとこの人をジロジロ、あんたなかなか根性がありそうだな。それに結構いい体してるじゃないか。俺たちの仲間になれよ。いいよ。ふふふ、また一人悪い野郎が増えたぜ。はっはっはっは。あ、あれ、家で戦うオチじゃないのか。ママこそいらっしゃい。おかえり。ドドドドラム缶。おお、す、あ、押せない、押せないな。まだ押さんでいいあったら押す。 DS とかでもね出てるんだよね。いや、どうや、待つのも100円。どんなにしつこく誘われても俺は絶対グラプラの仲間になんかならねえ。奴らはクズさ、人間の汚い心にはクジムシだ。やべえ、仲間になっちゃった。分からなかった。シシ、ここは一番高い部屋なんだよ。高い部屋泊まるか。天ぷらにされそうあれ、仲間になっちゃったな。あれ、泊まるのって上だった、どうだったっけ。ラクタさんいらっしゃい。いや、見つかってない。まだね、見つけようともしてないです。一旦諦めた。やったぜ。じゃ、石鹸ないかな、タオルないかな。お、あった、松のタオルあったコレクションしてます。これは何？ムンクの名画。お目覚めでございますか。どうぞお気をつけていってらっしゃいませ。松のタオル止まったら、よしよし、いいえ。そいつは残念だ。せっかく俺様のような立派な丸になれると思ったのによ。動かないな。結局ここまでなのかな。いや、でも外出れないもんね。赤パスレッドさんいらっしゃい。あいつ邪魔だな。サービス、はい、
9ミリチェインガン、13ミリ機銃、74ですよね、今ね。1体、エンジン。エンジンチョノフにしましたね。12、積載12。こっちの方があれですね、ブル、18。こっちがいいのか。そうだね、フラグ不足かもしれない。うん、他のところに行けってことかも。ガトリング砲をちょっと買い替えるわ。強い方にしよう。こっちにしよう。グループの129mm チェインガン、スケベーコン。いらっしゃい。ねえ、グループだもんね、強いよね、きっとね。足りてない？もしかして。マジ？スケベーコン装備。エンジン足りてないっぽいわ。ヒットポイント減るだけだからいいよね、とりあえず。エンジン足りてない。またこうやって考えずに買っちゃうから。重ってなってる。結局どれぐらい減ってますか？417分の、ん？417？ エンジン買っちゃう？60捨てたってことは、そっか、もう貼れないってことか。2680円か。3位倒したらまた貯まるよね。その後にします。ポチの餌か。よし、もう買っちゃおう。イエーイ、買ってしまった。さっき買ったね、ちょのいや、わかんない、行ってみる。さい、ちょのふ、ごめんよ。ブル買っちゃった。買い物した。え、一応持っておいてもいいかな。買っちゃった、重いから。また買います。イエーイ。今積載18です。で、手法75、写真はそのままでしょ。で、 C がスパシーボ2。重いかね。重くなかった？エンジン自体はそんなに重くない。うん、まだ買えるよね。うん、買えるから。満タンにせんといけんのか。タイル一気に増えた。タイル、タイル。万が一ブルを壊されるなんてこともなきにしもあらず。そっか、その時に車が動かなくなるってことね。エンジンがなくなると。恐ろしいや。
犬に鉄鋼弾食らわされることもあるから怖い。車2台あれば引いて逃げられる。レンタルタンクがあれば、まあお金は取られる。そうなんだよね。ケチでレンタルしてないんです。ポチ、とりあえずバリアシールをいっぱい持っておいて、もう持てない。いらないの持ってたよね。ショットガン、ウエスタンブーツ、ショットガン、よし。そういえばソハンは壊れてたよね。ソハンもいるんじゃないかな。あー、特殊砲弾ですか。買ってないね、そういえばね。ワンワングルメ、あ、もう持てない。あ、地雷探知機ここにある。リオにあるな。一回買って使ってみよう、地雷探知機。周りを調べるだって。使ってみるべ。最大ヒットポイントが3増えた。微光弾とかセメント弾とか正直とっても強い。結構安かったよね。注射サソリでございます。なこさん、夏目京介さんいらっしゃい。あ、鉄鋼弾。今回のさ、モンハンってなんかすれ違いがない分、すごい粉塵、粉塵がすごいもらえる。ストーカーかな。赤さん、ロックさんいらっしゃい。鉄鋼弾、うん、元々くにゃく微光弾ね。この辺で一回使ってみようかな。うん、粉塵。ヒデさんいらっしゃい。地雷探知機使います。ズシオンは地雷探知機を使った。あ、一瞬、こんな狭いとこで使うもんじゃなかったかな。ほら、なくな、あ、なくなってない、なくなってない。週一マス。いいぞ、この地道な感じ。これしてる、いらっしゃい。はしょりすぎちゃう。やべえ、車埋まってないかな。とりあえず地雷見つけたら、ふん、ダメマインスイーパー。
ある程度記憶して、うん、大丈夫だよ。のんびりやるね。調べすぎだぞ。へえ、すごい。みんなもあれでしょ、子供の頃はこうやって地道に調べたんだろ。今みたいに攻略サイトなんてないし忙しすぎる。いや、どんなになるか気になるじゃん。不発だったみたいな。それもギャンブルですよ。ドキドキ。ドラクエで見た？実際でも地雷の情報とか車埋まってるとかそういう情報は正直出てないんですよ。ただ攻略、違う、説明書に載ってた車の名前が砂まみれだったんで埋まってるのかなと思って、そう思っただけ。リローデッドだったので攻略サイトありましたよし、サイ探すか。サイ探してくる。アツさんの、北東でしたね。ここじゃないよね。あ、また投げにくいし、アリ出たら投げよう。うん、砂まみれ、そうそうそう、まさいなさい。そうなんよ、おませつしてしまって二代目のヒントあるよって言うからついにね、おませつしてしまいました。砂ザメのとことか怪しくない？砂ザメのとこ、そこめちゃくちゃ広いね。ちょっと石投げるわ。違うの？あそこだな。うん、走行ついてるでしょ。サソリガン、どの子も愛があれば最後まで使える。ここじゃないかな。また車ダメなやつ、もしかしてあれあれ、せっかく強くしたんだけどな。いや、でも上にもあるな。最初の車は軽いのが多いからその分タイルを貼れる。走行のことかな。お金ちょうだい。コンコンコンって言った。ミサイルを乱射した。あ、ポチが剥がされた。火炎弾の方がいいかもね。火炎瓶か。アリ系はちょっと手法でミサイラス。あ、でもいいよ、2だよ2。よし、寿司をレベル12。
フズが吹いていた。本来サハに車に乗せたい。生身で戦うキャラじゃないってことか。どうどう。ん？これでもあれだよね。震えちゃうね。わあ、やばい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 。うずらの銃ちっちゃ。ガトリングだったっけ？サラさん、こんちゃん、いらっしゃい。こんちゃん。戦闘中ね、シール、いや、ポチだから、無理だと思う。コマンドできないから。ちょっと逃げる。鉄鋼弾を発射した。これは一人でも逃げられたらいいんですかね。うずら、あ、逃げれないな。そうそう、ポチオートなんだよ。さっきの枠の。なんか頭で弾いてみて。キビーンって。犬逃げれないな。おやすみなさい。戦うか。倒せるか。怖がっちゃいけんね。やべえ、テンプラある。手動。死んじゃうかも、サワオ。サファオが死んだらもう帰るのかな。カラリとね。天ぷらいっちゃおう。チキらずに戦えばよかったよ。どうなるこれ。生きのいい死体を持っていこう。車車はい。小鉢さんいらっしゃい。序盤の強敵じゃん。犬強いよね。まあ生き返るのはただなんでいいですけれども、揚げたてだよ。ちょっとね、車から離れたのでチキった。ゾシオも十分強いですね。うずらが初めて役に立って良い死体です。カラリン、よかった、で、寝ていけばいいのね。レベルは上がったかな。たまに戦車に乗ってないと積むタイミングがある。かつカモメさんいらっしゃい。壊れてない。うずら上がってなかったっけ。ねえ、上がってたよね。よし、やばいと思ったら無理せずガン逃げした方がいい。でも犬逃げれなかったよね。あ、延長します、ありがとう。サイクロンさんいらっしゃい。メタルサハラね、泊まるのもタダだし、修理もタダだし、行き帰りもタダだし、窓の街は最高だな。
それだけきついかな。うん、あの序盤で結構つまずく人がいるみたい。その恩恵も毒システムあればこそ。北東、北東、北東。あ、こいつは手法で。あ、ポチ剥がれてる。やべえ。大丈夫か。あずさから行ける、2箇所の片方が面倒。周り探索してみよう。シールの消費が激しい。よし、ポチ装備ね、今ねこんな感じ。ポチバーナー、ポチメットだけかな、見かけた装備って。やばいと思ったら無理せず、DC 版ロードス逃げた方がいい。分かった。北東でしょ？北東。北東の森。あ、怪しいですね。怪しいな。これで何もなかったら怒るよ。降りる。俺たちはトレーダー、そしてここはトレーダーの秘密のキャンプさ。情報ないですかね。ここと同じような秘密のキャンプはいろんなところにあるわ。それらしい場所を見かけたら足を踏み入れてごらんなさいな。あからさまでござったな。火炎瓶買っとこう。修理キット持ってる。花火セット、セット商品、マヒナ。革のつなぎ二人とも着てるね。プロテクタくずは交換。はい。お金足りる？大丈夫、サイ倒すから。この人グランプラの仲間ですよ。直旅、革の手袋、迷彩ベレー。ん？なんか弱い気がするな。麻痺の大事？あ、腕のないんじゃない？ねえ、手袋ないよね。ちょっと一個買ってみる。上がる。気持ち買ってきます。はーい。エルニーニョにポチオの何かしら打てたかな。エルニーニョ行ってないか。そうだね、ポチゴーグルだけだった気がしたんだけど。
ということはソファーもメリケンサック装備できるということですよね、きっとね。やっちまったな。まあいいや、ここ降りれない。ポチは基本シール好きになる。エルニニョの宿屋ってどうなった？エルニニョの宿屋止まったけど、何もならなかった、確か。にゃ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 。うん、この辺も砂地だね。確かに。手法。レーダーしてみるか。砂地だな。せやな。砂地だな。ポチは身をかわした。うん、いいね。うん、一個あるよね、はぐれ砂地。一回調べてみよう。で、地雷探知機で、もう一回調べて、ここだよね。何もないでしょ。で、ソファーの周りだね。うん、何もないんだな。地雷探知機ソファー式に渡して、こうしよう。一番上にして、月さんいなさい。先輩がプルプルしてないな、ないな。うおお、調べる。お、ビームランサーってさ、びっくりした、買おうとしてたやつだよね。スケベ号に重さ足りてますか？これは何になるんだっけ？複合か。口中くらい。下側からしらみつぶすのが余計に歩かなくていいかも。うん。これとこれを比べるってことだよね。重量は9ミリの方がでかくて、あ、弱いですね。もうね。売っていいやつだ。同じとこ調べると面白い。もう一回。何も見つからない。そっか、こんな感じで落ちてんだ。世紀末。連打して調べるといろいろ出てくる。もともと物があった場所に。間違えてきた。ボタン割り当てできるかな。なんかなかった気するけどな。見てみようか。モヒカンにします。拾った位置から動かすに連打する。じゃあもうダメじゃないかな。動いちゃったよね。どこだったっけ。乗り降りは短縮かった。じゃあ砂場を見つけたら、とりあえず地雷探知機で探すか。拾った位置から動かずに喋れちゃう裏技。あ、そうなんだ。裏技か。赤つい、いらっしゃい。ここ入れ替えよう。情報と道具を入れ替えよう。システムの
ボタン設定か違う、移動用の設定で、ここを道具にして調光、ここモード、あ、モードは動かせないんだ。データっていうのもあるね。こうしようかな。で、強さと装備を入れ替える。装備、強さ、調べる、調べるをこうしよう。で、話す。ボロボロ石ころ拾えて楽しい今のボタン設定もう一回。どこ？ここ？調べる、牽引、あ、牽引っていうのもあるね。強さ、人間、戦車、道具、装備、砲弾、乗降、装甲。ボタン自体を設定するところ、無理だな。ボタン設定のところか、ここか。地雷探知機、地雷探知機、毒システムあるな。毒システムを R にしようか。 R にしよう。乗り降りはね、L にしてる。これは慣れてきた。サビアルさんいらっしゃい。ないね。下がらないもんね。R に道具を割り当ててもいいかも。道具コマンドが出てくるのかな。ここは R にしてみようか。で、毒システムをスタートにしてみよう。で、戦車データをこれにして、こんな感じか。はいはいはい、頑張ってなります。一番右はナッチの尻を押すんですかね。ケツっていうコマンドね。夏目のケツ。ああ、燃えた。なんかムス。ムスさん。おかえり、ひでじいらっしゃい。ただいま。もえー。ポチいい感じでしょ。もっとゴツゴツにしたい。スタートでどこシステムになってるかな、確認してみよう。R でなってたからな。あ、剥がされちゃった。すぐ燃えるし、剥がれるし。あ、なってるなってる。おー、便利便利。便利ですよ。くず餅になってる。ちょっとこの辺調べて、じゃあエルニーニョにポチの装備を見てこよう。どうよ、このだいぶ楽だぞ。あ、間違えた。頭ついてか。 R を押して地雷探知機。あ、間違えた。
ルを押して違う。右側今動いたから調べてないな。この辺か。あ、あれ最後来た。最後は北東の、まあいいか、来たからいいや。フルパワーでいくぜ。手法残ってる。21。1ダメ3。最後は走り始めた。道具道具道具、ペンシルミサイル食らえ。どうも。お、16。あっソハウズ車いるわ。これかわいそうな。そう、早かったかな。強いな。ダメだこれ。あ、天ぷら定食になる。逃げる。角を振り回した。逃げる。あ、逃げる。わあ、逃げますね敵も。そっか、ヒットポイントって継続式なのかな。桁違いやったね。予想通りでったそうだね、賞金首ですからね。よくいらっしゃい。マジックミラー号欲しい。車がないからですな。あー、ポチはじゃああれかな。ドークの前にもうちょっと探知してもいいかも。うん、とりあえず生き返らせるね。アリはちょろかった。うん、アリはちょろかった。アリでお満身したのでね私いけるやん。よし、成功してしまった。死体を2つ運んでいくってね、なんかな、リアル。レンタル？うん。とりあえずじゃあどうしようかな。強くしたんだけどな、スケベ。寿司はダメか。壊れてはなかったかな。最後は結構強いんだ、じゃあ序盤でね。あ、ポチご飯足りない。ポチは今レベル11の、あ、戦闘レベルっていうのがある。そっか、これは人間と一緒なんだね。ケズヤ8。最後の前のね、アリは倒しましたよ。ただあの兄弟は倒せてないです。シール無事なまま葬られたついてた？ついてるね。アリは余裕だった。うん、プニプニブラザーズ。そっか、うん、じゃあエルニーニョ行こうか。エルニーニョでポチの装備見て。2700円。戦車道具や、うん、
今何だと満タン屋かな。はい、オッケー。じいちゃんで満タンすればよかったね。ワンコ仲間になった。うん、なってるなってる。カタールさんいらっしゃい。賞金手に入れてワンワンですかな。3体目のあの賞金首でやられた。ここだったかな。あ、ポチベスト。もう持てない。ポチベストだな。ポチベスト。渡してくるか、クズを。武器、頭だけか。体で足がないですね。ブーツもダメ。以上か。もう持てない。とりあえず出る場所は分かった。最後。よし。大体事故る？ペンシルミサイル聞いてたけど15とかだったね。受けてる。あ、こゆうさんいらっしゃい。やっちゃんいらっしゃい。豊田真由子よりは可愛い自信ある。上がってるよね、やっぱりね。ピチピチ。最初500円だったもんね。悪さしてんだな。ルフィみたいになるのかな。このハゲって言ってください。おや？戦車どこ行った？戦車ぼーっとしてたら置いてってしまう。よし、うん、しっかりしっかり置いてく。赤ついらっしゃい。よし、じゃあちょっと自分の力量が分かったので周りを探索します。ちょっとね、まだ早かったみたい。じゃあサースティのあたりをレベル上げつつ、うん、ゴールダーリックになる。SP853。 人出てきたんじゃない、あそこから。アリいなくなっちゃったからさ、投げにくいし、多分あずさ東があんまり。そうなんだよ、あの PS コントローラーで止めていこう。こっちってことかな。道具だからこうだよね。パチもだいぶ強くなってきた。これもサースティの着てるのか。東って言ったらあそこ。いいか、とりあえず上の方行きます。
ながら何するところ探検。周り見てきますね。大きい目的はまだないかな。プラプラタワー覗いてくるか。お邪魔します。うん、あと砂場探索。あれかな、フラップの。PS コント、ドックシステムはシステムからボタン設定でショートカット使用ができる。あ、PS コントローラーもってことか。なんかあったね、そういえばね。セレクトとかにしたらいいのかな。あ、ある。じゃあ、ちょっと押してみよう。助言をいただいたので、ボタン設定ですね。セレクトにしてるな。してますね。ツーさんいらっしゃい、こんばんは。してるわ。ちょっと覗いてきていいっすか。邪魔します。スコンクス、キキキ、バカないやつ死ね、バカないやつ死んだらバカ、キキキキ。これ生きのいい死体ですか。牽引、牽引できないな。調べる。こうやって牽引できない。あ、敵出る。監視カメラが現れた。ガンホールが現れた。とりあえず複砲で。あ、床に引っ込んだ。4。あ、離して。うんうん。調べるボタンでは離せないの？あ、剥がれた。硬いかもしれんな。点かな。うん、インパシャ。いや、連れていこうと思ってさ。じゃあね、人は牽引できないね。サハラから天ぷらかねえ、実際引っ張るよね。レッカーじゃ出ておいで。出てきた。109の経験値、145円。なんか床が、あ、グラップラーやっぱいるね。受け付けない。あ、プロテクターを破壊した。よしよし。うん、そうだね、グラップラーとは私な。敵の陣地にね、ずかずか入ってきてるのよね。これは話すですね。え？天ぷらを手に入れた。うわぁ！本当に連れていけるぞ。ちょ、誰だろう？誰だろうか。これが噂の？なんで軽快な音楽なんだ。天ぷらを手に入れた。早く早く早く。もしかしてパッケのお姉さん。これちょっと見て見て見て、これ女の子男の子どっち。ケイ、ケイだって。あ、この人かも。ここは、私は一体。兄さんの仇、デッドブライラーを探してグラップルタワーに登って、それから死んでたよ、ケイ。そうそう、スカンクス、キキキって言ってた。負けたのか、私は、スカンクスに。うお、畜生。
あの美人姉妹じゃなかったのね。あんな奴に負けるなんて。弱すぎる、今の私じゃ。もっと強くならなきゃ。もっともっと強く。あ、待って。知り合い？ヨロさん、スースースー、いらっしゃい。兄さん。あ、兄さんか。他人のために戦って死ぬなんてバカバカしいっていつも言ってたじゃないか。私は戦うよ、私のために。そしてきっと兄さんの仇を取ってやる。もう行くよ兄さん。こんな町に立って何も始まらないからね。待って、どっか行ってしまった。フェイの妹だって。ケイいなかった。そっか、延長しときます。自分を山猫と称してた。次の町に行ったと思えばいいかな。ねえ、出会いの場なんだね。おっと、こりゃワルのルーキー葬式さ。町の中はもう旦那の噂で持ちきりでさ。やべえ、一回仲間になったからだ。よし、分かった。札付きの周り。また砂漠行く。ちょっと調べ足りないっぽいから、もう一回行きます。最後に出会わないといいけど、ちょっと今は出会いたくないね。あ、捨て画面が変わってる。見てみる。セーブちょこちょこしてるよ。一回酒場でしとこうかね。酒場できたっけ。できないか。うん、ケツ寂しくなってみて。大将やってる？ペラって最後。なちゃん、お茶にスリスリしないで。あー、悪のルーキーになってる。まあいいか、つい入ってしちゃったんだよ。砂漠は去ってくる。ねえ、ポチ死んじゃうんで、もうちょっと強くなるんで待ってください。この辺から行こうか。じゃあ押さないでね。ずれた？戦車探しに行こうぜ。うん探したいのは山々なんだが。こいつらか。こいつらは、あ、こっち剥がれてるね。シール、もうちょっと押したの。そっか、完璧砂漠の中っていうわけでもないんだ。物が落ちてるね。どこでも落ちてるって言ってたもんね。このゲームは調べるの大事ってみんな言ってたもんねこういうことだったんだね。ジムいっぱい落ちてますね。
ケベが燃えている。どこか装備ちシールなくなってしまったよ。探知機ボタンね、設定できなかった。さっき見たんだけど、地道にやるわ。鉄鋼弾を発射した。私モンハンでも微鋼弾ってずっと言ってた気がする。微鋼弾、微鋼弾って学習しない女。もしリローデッドをやったら主人公を女性にするんだろうな。ああ、私がパン四つでかかったらする。ソファー式は今燃えているか。微光弾でいい？伝わってくれる？ここや。ピピ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 コーダン食らわすぞ。ピピピピピピ、もう一個下行ってるかな。はい、声出ちゃうからな、見つかったら。後ろも調べるなら2歩ずつでいいんじゃない？そうか。そうだね。これってさ、今ソハオがいる場所も調べられてるってことだよね。そうそうそう、それが思ったの。自分の立ってる場所はどうなんだろう。気づいてしまったか。あ、調べられてる？うん、らしいわ。じゃあこの四角いところなんだね。この赤土のとこ行ってみよう。合体しようだぞ。はい、である。ということは、散歩になるのか。ね、自分のとこまでやったら。こんばんパパ、いらっしゃい。まパパ。聞いてもらうしかないな。赤寿司屋丸、いらっしゃい。この辺。ボコボコしてるのあれだね。おお。あったあったあった。それって会った時踏まないの？てかこれ地雷の時もあるんだよね。思ったけどさ、普通に踏んでるけど。調べるよ。戦車を見つけたよ。なんか音出てよ。パンパカパーンって。牽引。どうするんだったかな。こうか。はい、名前を決めたいと思います。しょうがないな、みんなに決めてもらおうかな。名前どうしようかな。アシッドキャニオン、砂まみれんじゃないの。装甲車 MM5。 なんかねえ、戦車って感じの戦車ですね。マジックミラー入らんじゃん。マジックミラー。あ、地名。そっか、地名か。ミラー号でいい？ミラー号。みんな好きね、マジックミラー。マジックミラー号ってなんだろうと思ってる人いるんだよ。絶対。ミラー号。
M ミラー号にするの？ダイハツ豆タンク土の子土の子って僕わかんない。あ、ハートあるじゃん。あ、でも GO はハート入んないか。 MM ならスルージクブリねえ、漢字だもんね。音符のマーク、これ T ってなってるね。これは何のマークだろうか。ポストかなって思っちゃった。あ、ケツデカ号とかいいですね。赤ちゃんいらっしゃい、後々採用しましょう。パイデカ号でもいいんだよ。わあ、スケベーゴ置いてきちゃった。あ、マジ戦車じゃん。マジックミラー号は副砲がガトリング砲。あ、手法まだだって。これはお金がいりますな。装甲車だからね。装甲車だからね。スケベー号とは違うってことだよね。装甲車っていうのは。BTR80 やで。BTR80。包丁、包丁。SE を積んでるな。ちょっと待って。SE を積んでるな。SE。バギーちょっと置いてきちゃったよ。中で何してるんですかね。中で何をしてるんだろうね。二人用だったらよかったな。ちょっとね、ケイちゃんと乗りたかったな。ちょっとちゃんと見ましょう。あ、あれ？全員ってしちゃったからこれ。こうか。あ、こうですね。データの、マジックミラー号の、シャシーですね。あ、ほんとだ。装甲車ってなってる。重量、重いですね。7。これ最後に勝てる？二人用なら先輩のポチから乗せる。そっか、ポチのが先輩になっちゃう。ワンコはね、車乗れないんだって。あのね、戦車レベル、運転レベルでしたっけ。運転レベルっていうのがキャラクターにあって、これですね。これがあの車に乗ってる時の、強さに影響するんですよ。で、戦闘レベルはあの生身の状態での戦闘レベル。ポチはだから戦闘レベルだけだね。ハンターは運転レベルが高くなりやすい。あ、ということは探し系パン乗った方がいいってことか。マジックミラー号が今、SP が77。タコさんいらっしゃい。メルカリで棚橋の偽物のサイン色紙と思われるものが、1000円で売ってた。へえ。買うのかな。まあ買う人いるかもね。なるほど。ちょっと改造してくる。マジックミラー、そうだね。エンジンとかも見直さないと。どこがいいかな。あれですね、サースティーになるの。ちょっとかけてきたな。
げようか。終わったな。まだちょっとあれなんで。早速かわりさんやめて。手切れたばっかなんだよ。早速壊される。逃げる。え、これ本当に逃げれる？手に入れた時って余計なもので重くなってない？あのサースティがさ、毒がないから歩いていこうと思って。スケベなら大丈夫？あ、帰るのを待った方がいいかも。逃げれんかもしれん。あー、プチがやばい。あー、よかった。よし、危なかったです。します。これであれか、チョノフ置いとった方がよかったねって言ってたのね。みーちゃんいいですか。 DVD 投げたらそっち行く。DVD？今の状態見とこうか。データ、手法がなし、副法がガトリングだったかな。ガトリング、SE、 あ、積んでますね。 SE、ATM ミサイルですって。ミサイル、写真は装甲車ですね。エンジンが、ジャンゴ DOHC。 これって本当にあるエンジンの名前なの？このなんか変わった名前、ブルとかさ。C ユニットは単純に防具みたいな。ボスニアク SI、 ボスニアク SI。 これは装甲車だからすごく守備が大きいってことなのかな。チャピーさんいらっしゃい。どこ？ 60。 積載、11だ。 M ミラー今積載11、守備60。うん、積載11だって。16らしい。330攻撃330。ブル買いに行く。どうしようかな、お金がねちょっと今ないので。とりあえず手法欲しいな。いや、副法を強くするか。スケベの壊れてるし。最後の時かな。穴開けたの。いや、穴っていうのがね、まだちょっとわからないです。出てきてないんだな。なっちゃんが開けてって言ってる。気づいた。
写真に穴が開いてるか確認しておこう。写真、写真の。重量、断層、守備。あ、状態。どこだ？ですね、Mミラボ。どっかで見れた。みんなもあれだね、あんま覚えてないんで、だいぶ前だもんね。あのっつうのがね、私一回も見覚えが忘れてもうた。強さ。あ、強さかもしれんね。穴。どこじゃ。あ、ここじゃない。道具。装備。うん、二代目だった。あったあった。砲弾。おのおの。戦車データかな？の、写真ってことかな？これかな？あ、やっとあったよ。手法、穴がない。穴がない。ん？あ、あの、でかいのをボコンってはめる穴がないってことかな。だからつけれないってこと？そういうこと？押すか？え？装甲車は確か手法の穴はなくて、副砲が、SE の穴あり。ちょっと待ってくださいよ。そうか、写真を見ればいいのか。バンにならなければいいね。大丈夫だと思うんだけど。おまめいらっしゃい。おかわりなんだ。バギーの方も見てみる。うん。ちゃんとここ見てなかったもんね。強さ、スケベ、データ。ああ、ここに書いてあるんだね。ほんとだ。じゃあ、スケベはバギーの写真だから、SE は穴がなくて SE をつけれないってことか。ようやくちょっと慣れてきた。なるほどね。じゃあ、基本この手に入れた車のまず、写真を見て、穴がどこに開いてるか、手法、副法、SE のどこに穴が開いてるかっていうのを見て、どう改造しようかなってワクワクすればいいのか。ノリトペさんいらっしゃい。済みましたよ。マジックミラー号になりました。もうね、みんな困っちゃうわ。何なんでしょうね、マジックミラー号って。これ、道具っていうのは、手法ないと汚染無理じゃん。火力にはならないってことかなあ。あ、こんな感じになるんだ。ドックシステム。アルカリワックス。あ、結局、バギーも改造はできるんだ。改造したい。改造したい。スケベ号に穴開けたい。穴ってどこで開けるん？ねえねえ。穴開けますかって項目なかったよね。まだなのかな。意味深意味深じゃない。ガトリング砲が力不足だと思ったら、さっき拾ったビーム、あ、そうだ、拾いましたね、ビームランサーね。まだあれかな、ストーリー進めないと開けれないんだろうか。ちょっとまだじゃあスケベ置いとくか。
確か鳩場から北にあるホラー穴に何かあったような。鳩場。鳩場の北ってまだ行ってなかったっけ？お父さんが泣いてる。これは今日はあげれないかな。透明な洋枠上になるかな。結構進んじゃったもんね。でもね、ヨーツベリスナーさんがあれだよ、なんで4あげないんですかって。こういうことだな、全員。あ、葬式バギーになっちゃった。やだやだやだ。強い方がいい。強い方がいい。これ並べ替えてどうしようかな。こうしたらいいのか。こうだ。消したらインパクトの剣。もう罰ゲームの材料になってる、インパクトが。とりあえず、じゃあ、手法がまだダメで、ガトリングが、今 SEATM ミサイルでしたよね。あ、でも十分強いですね。330あったので、火炎放射器は買わなくていいと。で、エンジンをどうしたかな、結局。なっちゃん帰ってきた。ドラクエ10インできてなくて間違えた。データの SE の、状態じゃなくて断層のことかな。1ですね。一発ってことはめちゃくちゃ強いんだよね。攻撃330ってなってた。じゃあサースティーでは、買うものはないわ。エンジンは、今のとこジャンゴのみですね。11、積載11。やっぱ手法いるのかな。こっちいらっしゃい。MM 号になったよ。アルチョツですか。ないチョツです。ドラクエするね。ボコンって落ちたんよね。上の塔行ってフラグ立てたいね。天ぷら取ってきたよ。なんか可愛い子ちゃんが走ってた。ヤクル次の名前考えせやね。とりあえず回復するか。回復します。ドックシステムで窓に帰って、人間だけど手を外して穴開けたリスナーです。いらっしゃい。そうな。とりあえず修理ですね。じいちゃんにスケベー号の9ミリチェーンコンが破損しとるの。はい。で、コーチはないと。で、ここで満タンにして、全車満タン52円。はい。で、ソファーたちも寝る。これで綺麗になったかな。
SP に影響する走行っていうのはエンジンだったっけ？ HP、SP に影響するのは車種？あ、違うよね。え、結局エンジンでしたっけ？エンジンだよね。うん、そうだよね。だから今積載が11で、他のものが重いからこんなに SP が少ないってことかな。 SP がなくなると部品が壊れやすくなる。やっぱブルがおすすめか。そうだよね、武器も壊れる。3200円、見てこよう。あ、もともとの写真、装甲車だからっていうのもある。ということは守備自体高いのかな。比べてみようか。強さか。スケベが見ればよかったな。ジョナさんいらっしゃい。うん、このアクでおしまい。データかな、これか。守備、あー、やっぱそうだ、走行車の方が硬いわ。60。うんうん、了解です。じゃあ今日はこれぐらいにしとこうかな。エンジンが全部まとめてみる。母ちゃん的存在。うん違うかじゃあ今日もラスアクまでありがとうございました。面白かったです。うん、間に合ってよかった。じゃあ寝ながらドラクエでもしときます。明日はね、できたらサブでなんかやるかもしれないです。昼はできないかな。じゃあね、お疲れ様でした。おやすみ。